はい、どうも皆さんこんにちは。今日も何も考えてない。やっていきましょう。次厳しいだね、確か。今日はピッコロさんでもやるか。あのね、ザンギャーね、波動拳の昇竜拳って言ってたんだけど、波動拳の反対バージョンだから、右下下でパンチで、なんか一つ一つ出ます。もう一つの一つわかんない、わかんない。だから誰か教えてる人がいたらコメントで教えてください。今日はピッコロさんでやります。どうだったかな。なんだなんだ、お、強え。ちょっと待って、なんか強え。ちょっとわかんない、わかんない、わかんない。甘かったな。ちょっとコマンドも知らずに、ちょっと甘かったな。ちょっとやっぱダメか。ピッコロさんでやろうと思ったけど、いや、ピッコロさんでやる。ピッコロさんで厳しいをやるから面白いんだよ。あ、できた、できた。こうか。あ、できたね。ほんで、こうだろ。で、あ、できた、できたね。パンチボタンであれだ。キックボタンでこうだな。これボタンいっぱいあるんだよね、ファミコンのくせに。だから、オッケーオッケー、もう完璧だろ。オッケーオッケー、やろう。あ、今、そうか、収録してるのか。で、こっからでよかったんだけどな。で、やろう。厳しいで。はい、ピコさん。あ、出ない。あ、なんでこれ。必殺が出ないんだけど。あ、出た。これ、こういうの好きなんだ。まあ、なるべくね、キャラいっぱい使った方が楽しいんだけど。だから最初の悟空を使うの間違えてたな。優しいさ、あんまいらないんだよ。だからそのどうでもいいキャラでさ、例えばベジータとかでやってよかったんだよな。ベジータやるか最初。あれ消そうか。ほんじゃそうだな、ベジータ使おうか。最初から悟空使うの間違えてるんだよ。僕いっぱい使ってるもんね。何回も使ってるからな。だから最初のパート5消したらいいんだよね、確か。でもう一回やったらいいんだ。そこら辺はいいんだよね。なんか俺結構このゲーム好きだから何回もやったらいいんだよ。だからこうパートこんだけ取ってるんだよ。だから避けるんだよ結構。ほら、ああ、やるじゃん。面白いよこれ。避けるからすげえ。面白い。
あ、ダメだ。ずっとぼーっとしてた。なんか別に喋ることないんだけど、なんか自分してるやんって思うじゃん。別にいいんだよ。なんかひたすらこうしてるの好きだ。俺なんかこういうの好きなんだよね。やっぱその好きなことをやらないとさ、なんでこれさ、仕事ではないのにさ、なんかあれやってるのかなって。なんか赤い方がなんかピッコロっぽい、なんか老化したピッコロっぽい、なんか俺の方がなんかマジでいいのかな。あれ、お、出た。あれ？なんか分からなくなった。危ない。あれで避けるの。オッケー。疲れてきちゃった。難しいは悟空でやりますからね。面白い。こういうのが面白いんだよ、ひたすらやるのが。もうスーパーでやるのは悟空だね。だから悟空を最初使ったが失敗だったよな。悟空って好きだから、まあ、でもここまでやると思ってなかったから、もうクリアしたらいいやって気でいたからね。それじゃあ面白くないっしょ、このゲーム。それじゃあちょっとね、もったいないわ。おー、いいねそれ、いい。見てる人はどう見えるんだろう。なんか結構難易度的にも優しくてさ、やっぱり裏がいいよ、グラフィックが。よくできてるわ。あれ確かね、あの、何だったかな、メガドライブ版もね、コンボあるコンボっていうかメテオがあるんだよ。超必殺技みたいなね。ああ、ファミコンじゃ無理だろうな。こんな大きいキャラクターが動いてるんだよ、ファミコンで。これなんかプログラマーしか分かんないよな、このスープも。当たり前じゃないんだよ、こういうことできないからね。ちょっとどうやってるのか分かんない。でもマッパーとかも190なんとか聞いたことないマッパー使ってるからね。そういうことできるんだと思う。いいわ、気持ちいいな。
上、あの、これドラゴンボールあるあるなんだけど、その飛び込みが弱いよね、このゲーム。地面が一番強いみたいな。とりあえずスーパー49のスーパーを僕やらして、でもうイージーのやつはちょっともう僕らにさしてさ、あの危ない危ない、ベジータで簡単モードでやろうかなと思ってるんだけどね。別にオプライリもできるんだな。危ない危ない、ちょっとコマンド忘れた。こうか、危ね、コマンド忘れた。えらいことになるよ。あ、なにこれ、負けたやん。あら、こいつ2つあるでしょ、ベジータ。それはね、残業2つある。難易度っていうか、これぐらいが一番面白いな、なんか。これが、グラフィック、ほんとよく描けてると思うよ、なんか。わ、下手くそな絵だなって思わないじゃん、なんか。背景もさ、めっちゃいいじゃん。容量限だよ、これ。よっしゃ、はあ、ちょっと自分の世界に入ってしまうよ、なんかこれ面白いから。でもこれ、このゲーム興味ない人は見ないな。でね、無駄にしない方がいいかな、こういうの見てる人っていうか、一回出したいんだよ。でね、あ、これ懐かしいとか、そう、でねもういいか。そういう出すゲームじゃないからね。あ、出た。強すぎる。そうだな、パート5はもうちょっとおくらいいだな。まさかここまで遊ぶと思ってなかったから、もっと面白く。危ない、おお出た、ないと思うよ。全然変わんないと思うけどな。なんだかんだ結構遊んでるな。本当さ、昔から遊びたかったゲーム一つだからね。一つとかも面白かったけど、これは面白いわ。ワンとかスリーないんだよ。これツーだけなんで、まあそれでも、ね。この2が一番面白かったですよ、ダウンロードも。3になってなんか手抜いてるもん、なんか。ちょっと裏が汚いじゃん。2はほんと感動したけどね、ストーリーもそうだし。わかんない、やっぱキャラ系だな。
バンプレストもそうだし、バンプレストがあるのわかんない。だってあんなもう今ゲーム業界なんか全然冷め上がってさ、もう合併しないと宝富とかあるじゃん。あんなもう昔から考えなかったの。コナミだけだろあれ合併しなかった、まあ、朝バンダイナムコって言うもんね。そうだそうだ、10音見てるの。やってる方が楽しいよ。やってる方が楽しいけどね。まあ、格闘技好きな人見るのかな。こうワンパターンのが好きなんだよ。そういうの。やったやった。こいつのね、必殺技二個目はちょっと分かんなかったわ。完全レイブ。分からなかったです。全部試したんだけどね、わかんない。波動拳の反対だよ、こいつの必殺技、一つ目は。波動拳であれになるんだよね、さっきの必殺技みたいな。こいつ持ってるんだけどな。あ、ほらこれ出ないんだよ、わかんないんだよな。ちょっと探してわかんなかった。結構難しい。これ音楽もさ、気がついた。だから本当に移植したんかっていうぐらいのレベルだよ、バンダイが。音声も同じでしょ。そこら辺がちょっと懐かしいっていうのがあるし、なんかこれ普通に移植みたいな感じだもんね。これはプログラマーっていうかすごいと思う。もうすごいし、グラフィックもよく描けて、グラフィックってさ、描くの時間かかんないの。漫画家もそうだしさ、全部そう。やばい、負けそうじゃん。やばいって、あーやばい、あー負けると思っても負けなんだって。もうね、なんだ、ま、よ、なんていうの、負けると思ったら負けるんだ、勝つだったら勝つんだ。あー一緒か、俺もまた次あるんだと思ってた。一緒か。なんか出たらいいのにね。なんかちょっとほら色が変わるとかさ。多分あれ悟空をあれしてるっていうか、ちょっと死んだキャラみたいに叩いてるのね。なんかよくわかんないけど、ストーリーも何もないから。あー終わったか。次はスーパーで悟空やってからのかな、分かんないけど。それじゃあ終わります。